軽巡洋艦ジャージャワは、オランダ海軍の軽巡洋艦。日本語では、ジャバ、ジャバと表記することもある。ジャワ級軽巡洋艦は3隻が計画されたが、3番艦、セリベスは完成しなかった。ネームシップのジャワは、KM シェルデシャフリッシンゲン造船所において1916年5月31日に寄港し、1921年8月9日に浸水。 1925年5月1日に収益した。1928年12月4日、横浜沖合の東京湾で大日本帝国が実施した五体例特別観光式にジャワも参列する。6日、ホクストラ少将は昭和天皇に拝越した。8日、ジャワは横浜港を出港する。日本各地に寄港した後、長崎より離日した。 九百三十四年から九百三十五年にかけて近代化改装を行った。九百三十七年五月二十日、ジョージ6世大韓記念艦艦式に参列した。九百三十八年にオランダ領東、インドへ移動。第二次世界大戦初期は主に戦艦護衛に従事した。九百四十一年十二月八日の太平洋戦争以降、本艦は、 アブダ艦隊の主力艦として、日本軍の来院作戦に立ち向かう。1942年2月14日、ガスパル海峡海空戦に参加。2月20日、バリ島沖海戦に参加する。2月27日、スラガヤ沖海戦に参加。日本海軍の妙高型重巡洋艦及び、水雷戦隊との昼間砲雷撃戦により、アブダ艦隊の駆逐艦2隻が沈没し、 イギリス海軍の従順エクセターが損傷して戦場を離脱した。アブダ艦隊を率いるカレル・ドールマン少将は現在の巡洋艦を率いて第5戦隊に野戦を挑む。日本時間の2月28日日付変更直後、第5戦隊が連合軍巡洋艦4隻に魚雷攻撃を行う。この雷撃で本艦と機関でロイテルは撃沈され、 アメリカ海軍の従順ヒューストンとオーストラリア海軍の軽巡パースは逃げ延びた。3月1日、紹介中の第5戦隊及び駆逐艦山風と高風は漂流するジャワの生存者を発見、高風は37名を救助した。ありがとうございます。